ですね。おお。耳鼻科の先生がですね、すぐ副題紹介してくださって行ったんですけど、やっぱり顔面神経やられるんですって。そうですね。はいはい。だからもう早いほどいいっていう、ね。うん。ただその見てくださった先生は実際に顔面神経やられたんだって言われて、もうピコピコ声が出て。先生が？はい。だからあなたよかったねって言われたんですよ。いや、よくはないですよ。早く行ったからですね。ああ。そこまで行かないで、神経にこうならないでね、治療できてよかったって言われたけど、その見てくださった先生が、僕はこうなったの。ちょっと研究が足りない。若い先生でしたけど。そうですか。だから顔の。うん。そう、激痛になります。はい、なります。はい。そう。うん？うん？の28年20分ぐらいに先生に電話しましたね。肩甲骨の落ちがチクチクどうも大丈夫ですね。で、チクチクチク、それでもう外科の病院休みだから、うん、でやってみよう。そしたらもう翌日収まりました。ああ。3日ぐらいでやりました。ああ、そうですか。おお。そうですね。そう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 、そうなんですよ。これから出るという時はわからないんですね。でも外れでもいいんですよ。でもいいから H5 や F5 やればいいんですから、それで収まればそれで OK なわけ。何か。うん。うん。もうやってみてください。僕にはわかりません。やってみて言うこと聞くかどうかなんですよ。で、ウイルスでも菌でもですね、まあそれ自体がこう感染しますと。で、感染はするんですけど、発症するかどうかっていうのはその人の個人の問題なんですよ。例えばこう、なんか菌がペタッとこうつきますと、この人にもつきます。この人インフルエンザでもそうでしょ。でも感染はするけども、インフルエンザを風邪をその発症するかどうかっていうのはその人によって違うんですよ。だやってみなきゃわからないです。で、帯状疱疹の場合はもうすでに体の中にいる、まあ、ウイルスがいるわけですけど、それに副交感神経、自律神経がですね、はい、騒ぎなさい、指針を出しなさいって命令出すわけですよ。いや、見たことないんですよ。だろうと思うんですよ。それで私がよく例にとるのは、鉄人28号がいて、これがウイルスですよね。で、こっちでこう、こうやってこうやってる翔太郎くんがいるでしょ。これリモコンでこうやってやべえ、ね、ビルを壊せ。でこっちでウイルスがガオーって言いながら帯状疱疹を発症してるわけですよね。で、病院に行ってその免疫抑制剤とかいろんなウイルスに対する薬とかこう使うでしょ、ステロイド使ったりとか。それはこのウイルス一匹一匹をこうやって叩き潰そうと思ってるんですよ。これはね、いっぱいいるんですよ。ね、鉄人28号一匹ですけど、ウイルスはものすごくたくさん、これもやっつけるの大変です。それよりもこっちにいる翔太郎くんに、悪いけどちょっとそのガチャガチャやめて、これやるとね大変なことになるから、これちょっとそっち置いてよと、ね、で電源オフにしてこう置いといてというのが H5F5 の清潔治薬で、こうリモコンやめましたね、と鉄人28号もね、ウイルスもシュ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 ッと活動をやめると。で、どっちを使うかで、大体僕はこっちの方がいいんじゃないかなと思うんですよね。ウイルスをやっつけますよっていうのは相当きついお薬なわけですから、と体に何もないという方がおかしいですよね。で、これはもうリモコンを翔太郎くんが置くだけでいいわけですから、こっちの方が体には害が少ないだろうと。